東北に住んでいた私が KOSFC に興味を持ったのは高校3年の7月頃です。サッカーをしていた女性の先輩の活動に惹かれました。志望校が確定したのは最終的に9月頃でした。経済学や商学などがなかなかイメージできず、やりたいことがわからない中で何でもできそうな KOSFC は私にたくさんの選択肢を与えてくれた気がします。毎日学習会に添削指導をお願いしたのは11月からです。校の高校で慶応を目指す日ともに3人程度なので特別な授業や講座がありませんでした。そこで頼りにしたのが毎日学習会です。毎日10分というのは一見短く思えるかもしれませんが、実際に会話してみると10分間でいろいろなことが聞けました。書いた小論文の添削、KOSFC での生活、今の社会問題などなど、10分という短い時間の中でも伸びていってるという実感がありました。私は高校では特に秀でた成績ではなく、好きな教科を強いてあげるならば、英語という程度で、英検も2級までしか取っていませんでした。初めて KOSFC の英語を解いた時は全く太刀打ちできず、4割ぐらいしかできなかったことを覚えています。KOSFC は英単語が本当に難しくて、対策としては間違ったり知らなかったりした英単語をマイノートに赤ペンで書いて赤シートを使って何回も覚えていました。さらに英語は長文で2時間、これは過去問を通して集中力を鍛えることに限ると思います。小論文もなかなかハードでしたが、添削を通して構成や考え方などは最後の方では意識せずに書けるようになりました。書くことが重要ですとはいうものの、毎日書くのは大変でした。自分はちょくちょく休んでしまったりもしましたが、そんな時は小論文のアイデアを思いつくままいろいろとノートにメモしていました。環境情報学部では自分の考えをストレートに問うタイプの問題が時々出題されるので、過去問を解くのも大事ですが、今起こっていることを、自分が入学したらやりたいことを過去問の課題文にとらわれず考えてみるというのも重要だと受験を通して思いました。総合政策学部では火災警報器が鳴り、環境情報学部では自分のせいではありますか、途中でトイレに行ったりなどのアクシデントはありましたが、リラックスして臨めました。環境情報学部の小論文のテスト中にトイレに行ったのですが、書く前にあらかじめどのような構成にするかを考えることができていたので、焦らずに行けました。まず、問題すべてに目を通して構成を考えることが大事だと思います。毎日学習会での指導もこの場面で非常に生きました。私が一番大事と今思っていることは、KOSFC への興味、関心です。KOSFC が今どんなことを考え、どんな実験をしているのか、事実、私は小論文では、KOSFC の実験中の政策に言及しました。媚びを打っているように思えるかもしれないですが、KOSFC に行きたい思いを伝えるには重要かもしれません。KOSFC に興味を持っている方は、これからいろいろと KOSFC を調べて、もっと好奇心を膨らませてほしいと思います。それが合格につながるはずです。